スタッフ・アルダの戦いは、大同盟戦争中の1690年8月18日、サボヤ公国のスタッフ・アルダで行われた戦闘。スタッフ・アルダの戦いは、サボヤ公、ビットーリオ・アメディオ2世が同年に、アウクスブルク同盟に加入した以降、大同盟戦争のイタリア戦役における大規模な戦闘としては、初だった。 戦闘は、ニコラ・カティナ率いるフランス軍の勝利に終わり、カティナはそのまま、ピエモンテ地方の砦を、次々と落とした。サボヤ公国も、ほぼ全土が占領されたが、薬病、不評の不足、そして補給の問題により、フランス王おるい14世が望んだ、サボヤ首都トリノの包囲はできなかった。大同盟戦争の三年目となる1690年、主戦場のスペイン領ネーデルラントでは、 オランダ軍がイングランド軍の助力を借りて戦っていた。ライン川沿岸では主にドイツ諸行の軍勢がフランス軍に戦っていたが、最終的にはネーデルラントと同じく決定的な結果とはならない。同盟軍が我らが入れる程度の大きさのフランスへの門を開かせる望みを持てるのはイタリア戦役であった。 1690年時点でのビットーリオアメデオ2世の領土は、ニース伯領、サボイア公国、そして首都のトリノを含むピエモンテ公国に分かれていた。サボイア公、ビットーリオアメデオ2世の領土は、ニース伯領、サボイア公国、アオスタ公国、そしてピエモンテ公国に分かれていた。ニース伯領は、アルプス山脈が地中海の海辺になっている部分であり、 サボイア公国はフランスのドーフィネ県と隣接していたアルプス山脈の部分にあたり、ピエモンテ公国は首都のトリノを含め人口が最も多く、最も重要な地域であり、ポーヘーゲンとアルプス山脈の山陸をつなげていた。フランス王イ14世にはサボイアをフランスの格下に見る向きがあった。ビットオリオアメデオ二世は常に独立を維持しようとしていたが、たびたび、 フランス王に従わなければならない風神になり下がっていた。大同盟戦争が勃発する以前にフランス軍がイタリアの要塞に箇所駐留しており、一つは西のピネローロで1631年のケラスコ条約に違反して占領した以降50年ほど経っていた。もう一つはカザーレであり、1681年にマントバ公爵、 フェルディナンド・カルロが100万リーブルと年金6万リーブルでルイ14世に売却していた。1690年初、ビットーリオ・アメディオ2世はまだハンフッツの立場を明らかにしていなかった。彼の軍は小規模であり、フランスに侮られていたが、ルイ14世はサボヤをフランスの勢力圏に置く重要性に気づいていた。フランスはヴィットリオ・アメデオ2世の主権を無視して、 要求を突きつけた。その要求とは、ビットオリオアメデオ二2世が、自軍の半分近くにあたる、不評2戦と、隆起兵3個連隊を、フランス軍への援軍として、スペイン領ネーデルラントに派遣するか、それを、ニコラ・カティナの軍勢と合流して、スペイン領ミラノ公国を攻撃することだった。さらに、カティナに、トリノ城とポーガワカ流のベルーアを引き渡すことも、要求された。 フランス陸軍大臣、ルーボワ公爵はもし、ビットーリオ・アメディオ二世が要求を断った場合、一生覚えられるよう懲罰されると述べた。フランスの要求は、サボイアの独立を侵害するものであり、その脅しは逆効果となった。1690初夏には、ビットーリオ・アメディオ二世がフランスに立ち向かう必要を、悟り、アウクスブルク同盟への加入を模索した。しかし、 彼も同盟への加入に条件をつけた。彼は、サボイヤ家とマントバク家のモンフェラート広告をめぐる争いを持ち出して、カザーレを完全に破壊することを最低限の条件とした。またサボイヤが、同盟側に立って参戦する必須条件として、ピネローロの割上を要求、ドーフィネの領土の一部を得ることも求めた。ビットオリオアメデオ二世は、急いで戦争の準備を行い、 イングランドとスペインからの資金援助をめぐる交渉の後、6月4日に正式に退仏宣戦した。7月、カティナはピエモンテにおけるフランス軍約1万2000人の指揮を取った。一方、ビットーリオ・アメデオ2世はスペインの援軍1万がミラノから派遣され、プリンツオイゲンから帝国軍5000の派遣を承諾された。さらに、それ以前に、 ルイ14世とビットーリオ・アメデオ2世に迫害されたプロテスタントのワルドーハがビットーリオ・アメデオ2世と和解、自分の土地を守るために武器を手に取り、フランス軍には何の容赦もしなかった。ルイ14世はビットーリオ・アメデオ2世を罰するべく、カティナにサボイアとピエモンテ平原の広い地域を焼き打ちにし、その人民に重い負担を負わせるよう命じた。 現地民は抵抗しようとしたが、武器を手に持っているところを見られた人をすべて公主刑に処することで対応された。しかし、カティナが派遣した、フキエル公爵率いる1200人は、ルゼルナに向かったが敗れ、600人を失って、ルゼルナを放棄した。カティナの軍勢が、ピエモンテの平原を行軍する最中、サンルート公爵は、サボイア公国の大半を占領。 サボヤ軍を敗走させた。クルノーブルから北6 0トルにも満たないモンメリアンのみがサボヤ軍の手に残った。サボヤの重要性はピエモンテよりはるかに下ではあったが、その損失は大きく、アウクスブルク同盟のフランス侵攻をさらに困難にした。フランス軍の破壊と侮辱を止める給与の策として、ビットオリオ・アメデイオ二世はプリンツ・オイゲンの助言を聞き入れず、 自軍とスペイン軍だけでフランス軍と戦うことにした。彼はフキエールがすでに敗れたと考え、フランス軍が弱っている間に攻撃しようとして、ビッティアフランカの軍営から離れてカティナの軍勢の方位に移った。カティナはカブールから離れて南へ進軍、サルッツォを占領しようとした。ビットオリオアメデオ二世が、 カティナを止めるべく進軍した結果、両軍は8月18日にスタッフワルダの修道院で激突した。沼地や垣根などの障害物がサボヤ軍の戦列を守ったが、やがてフランス軍はそれを突破、サボイヤ軍に勝利した。プリンツオイゲンの指揮するサボイヤ騎兵と彼の規律を保った撤退のみが同盟軍を壊滅の災難から救った。 ビットーリオ・アメデオニセイは死傷者2800人、捕虜1200人の損害を被り、逮捕12門のうち11門を失った。カティナの損害は約2000人だった。その後、カティナはサルツォ、サビリアーノ、フォッサーノを落とした。ビットーリオ・アメデオニセイの領土の多くが軍事占領されて、フランス軍にお金を支払わなければならず。 ビットオリオアメデオ二世が払わないよう命じた、チェレゾーレなどは焼き討ちにされた。プリンツ・オイゲン率いる帝国軍がようやくピエモンテに到着した頃には、スペイン軍が動こうとしなかったため何もできなかった。オイゲンは彼らは何もしたくないとこぼした。そのため、彼は小規模な襲撃しか行えなかったが、9月に行われたとある襲撃では大トルコ戦争での、 残虐さに慣れきっていた帝国軍がフランス軍の捕虜200人を虚勢した後殺害するのを阻止できなかった。カティナは続いてドーフィネのブリアンソンとの連絡船を支配していたスーザの要塞に向かい11月11日に工場船を返し2日後に降伏させた。しかしカザーレとの連絡を確保するために計画されたトリノやアスティ地域及び ピエモンテ南東部の占領は補給と連絡の問題、人員不足、薬病の流行により中止された。フランス軍は荒廃したピエモンテの資源では維持できず、サボイア、ドーフィネとプロバンスで東映に入ることを余儀なくされた。一方、オイゲンの帝国軍はモンフェラートで東映に入り、その神仏的な統治者であるマントバ港を狼狽させた。ありがとうございます。